保護者の役目。子供が水に溺れる事故は音もなくあっという間に起こるものです。子供が水の近くにいるときには絶対に目を離してはいけません。子供たちが水の中で遊んだり近くにいるときには保護者は必ず常にその行動を監視していなくてはなりません。保護者の皆さんに覚えていていただきたいのは、一番大事なのは泳ぎ方を学ぶプロセスが楽しいものであるということです。保護者も子供も楽しみながら学ぶことが前提です。決して怖がらせたり無理強いをしてはいけません。幼少期の嫌な経験というのは泳ぎを学ぶ上で大きな妨げとなってしまい、その後何年も引きずることになりかねません。あなた自身が幼い時に水の中に入った時のことを思い出してみてください。それは楽しい思い出でしたか？それともその逆だったでしょうか？子どもの幼少期の水に触れる経験が楽しいものになるかどうかは、保護者であるあなたが鍵を握っているのです。そしてその責任があります。子どもは初めての状況に直面した時、親がどういった対応をするのかを見ています。子どもの幼少期の水にまつわる経験に親が大きな影響を及ぼしていると言われています。どんなに幼い子どもでも、親であるあなたの身振り手振りや表情の微妙な変化にはすぐに気がつくものです。まずは親が落ち着いてリラックスし、いつも笑顔で子どもと触れ合うことが一番重要なのです。その楽しい雰囲気がさらに泳ぎを学びたいという意識へとつながります。やらされるという雰囲気ではいい効果は望めません。もし水の中で子供を扱うことに自信がなければ、無理にする必要はありません。遠慮なく専門のスタッフにご相談ください。このプログラムはきっと保護者の皆さんに子供が泳げるようになるプロセスについて理解していただき、どうすれば安全に子供たちがレッスンを楽しみながら泳ぐスキルを身につけていけるかを知っていただくための参考になることと思います。